Ay, 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 ay. Ah, 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 はい、じゃあそろそろエントリーの方を締め切りたいと思いますが、はい、じゃあ仏像仮面は出ますか。仏像仮面出ましょうか。出ますか。じゃあ俺も出ますか。じゃあ出て、出よう出よう。今日は俺も出ます。俺も出撃します。あれでーてててでーてててんてててんてててん。来年の作曲さん、お佐藤剛さんが今、バーチャファイターや剛さん出ますガンダム出ないでしょ。え出ない。やりましょうよ剛さんも。じゃあエントリーしてきますよ剛さん。あ、はい、佐藤剛出撃。今日はちょっとデデデン佐藤剛出撃。あ、やってくださいいい声で。デデデンデデン佐藤剛出撃。あーいいですね。次のガンダムはちょっとタイトルコールお願いしたいです。俺がトライファイターズだ。トライファイターズ。はい、じゃあはい回転。俺何しよう。仏像何どうしようかな。いないやつ。よし、ギャンが多いな。ギャン多いな、まあ、最強キャラはギャンっすからね。どうしてもしょうがないですね。じゃあドムっときましょうか。俺ドムっとく。俺のジェットストリームアタックを。ジェットストリームアタック。さっき池田です。あ、本当だ。ジェットストリームアタック見せますか。俺のジェットストリームアタックなんだっけ。昇竜竜巻前だっけ。昇竜竜巻前じゃないですか。昇竜竜巻前のボタンなんだっけ。あ、昇竜竜巻前だっけ。なんかあれ出せんの GRI ぐらいしかいなかった。いないよね、うん、そう、いつもさ、いつも言う、毎回言って恐縮なんだけどさ、ガンダム芸人のあのネタいいよね。ガイア、オルテガ、マッシュ、白いモビルスーツにジェットストリームアタックをかける。お前誰だよっていう。4人目いねえからって。あのネタもすごい好きですよ。あれあれお前誰だよ。誰だよ。3人行ったよね。ガイアだよなお前。オルテガ、マッシュだ、ね、よし、ちょっとコマンドリスト見るぞ、ドムの。テレ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 。ちゃんと体力少なくなると速くなるんですよ。まあいろいろなところがオマージュですね。オマージュですから。じゃあ俺はいないキャラ選ぶ。ストリートファイターガンダムなんでね。今のところいるのが、ゲルグアッガイ、あ、シャーゲルアッガイ、シャーザク、シャーゲル、ギャン、ガンキャノン、ギャン、グフ、ガンダム、シャーザク、ギャン、じゃあ今日は連邦軍のモビルスーツいらっしゃるじゃないですか、ちゃんと戦いになってますね。じゃあよかったよかった。一応ね、一年戦争なんでね。一年戦争なんで、すいませんけど、いつもなんかジオン軍で次期主力モビルスーツは誰だみたいな大会になるじゃないですか。何やってんだよお前らって。仲間あれです、仲良くしろよ。今次期主力モビルスーツ候補がアッガイで終わってたよな。アッガイで、はい、アッガイで終わった。でもガンダム EX レビューのアッガイは EX アッガイなんで宇宙でも戦いますからね、はい、はいはい、そうですよね。宇宙でも戦いますからね。グフもいけちゃうって。グフもいけちゃう。そうですよ。そろそろエントリーの方締め切りますが、よろしいでしょうか。デデ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 デ。トミドームの性能がもうちょっと良ければ、良かったんですが、じゃあ4126も参戦、ジムいないんですね。ジムいないんですよ。いたら一番良かったんですけどね。ほんのそう、このゲーム連邦がガンダムとガンキャノンだけ。そうですね。もうなんでいや、ジム専用ジムが欲しいみたいな。ジム専用ジムさんが欲しいと。ジム専用ジム。じゃあよろしいでしょうか。いいでしょうか。よろしいでしょうか。
俺もやるぞガンダム。お、ガンダム。本当だ。ハッチョもいる。ビルドファイターいないか？もう。多いんじゃないですか。ビルドファイター。ビルドファイターいいですか？トーナメント表作るぞ。モビルファイターいない？モビルファイター。モビルフォース、モビルファイター。モビルファイターいない。ガンガル。ガンガル。ジドム。ズク。あとなんだっけ？忘れた。ゲルグか。ゲルグ。ゲルグ。本当だ。今回は今日はちょっといろいろいるんで、ね、結構いろいろいていいですね。いるんでね。今日ちゃんとガンダムもいるし。ね。いつもなんかギャンとさシャザクしかいない。シャザクしかいねえ。いないみたいな。見るたびにギャンが大暴れしてる。大暴れ。フランス代表みたいなやつ。フランス代表みたいなね。シャルロット的な。シャルロット、まあ。中身スーツアクターはシャルロットです。シャルロット。パワーグラデーションってね。パワーグラデーション。パワーグラデーション。フランスマン。でもギャン使ってるのを見たときに、ボイス的には俺あのハイドポンプの方が好きなんですけど、ハイドポンプ誰も使ってくれないですよね。ハイドポンプ。ハイドポンプ。でもあれ、ハイドポンプ。めっちゃ強いんですよ。結構。うん、なんかみんなペンシルミサイルし、あこれこれ。ハイドポンプって言ってるの強いんですよ意外と。カネトボイスのハイドポンプがすごくいいんですけどね。みんなもうペンシルミサイルです。そうですね。ペンシルミサイルはですね、あのため技なんですけど。はいはい。まあ、実際ほぼためなしでないって、ね、出せるような感じなんで、ノーため、何フレームだった、もうね、かなりストリートファイター2 レインボーのガイルのソニックぐらいの感覚で使っていけるっていう、もう後ろ前でいいっていう、いいんじゃないのみたいな感じで、残熱剣並みの出し方でいけるんじゃないか、うん、まあなんかそこまで、まあ、ためないってことはないんだけど、ないけどもちょっと、ね、シャーザクのエイパーはですね、弱足払い歩いて弱足払い、それだけですね。さすが頭抱えてピヨってんのがいい。モビルスーツだろ。じゃあゴーさん、モビルスーツは何が好きで、何乗りますか。何があるかも分かんないんだけど、ザクとかグフとか大体あります。大体ありますね。一年戦争のは大体あります。いないのは ジムですね。いないのはこれ好きなゲルググで、ゲルググ量産とシャアがいるんですよ。量産とシャゲルが、シャアゲル、シャアゲル来た。シャアゲル行きましょう。これ量産とシャゲルの違いって何ですか。これ一応シャアゲルの方は2段ジャンプがあって、はいはい、技が違うんですよね基本的に。量産型のゲルググはこう突進技になってるんですけど、はいはいはい、あ、200円ですね。200円。シャーゲルの方は、龍拳タイプ。龍拳タイプ、波動拳昇竜拳。波動拳昇竜、波動昇竜。はい。モビルスーツなん、まあ、ためキャラさんですけど、ため技が違うんですよね。なるほど、なるほど。この辺でも全然わかんないんだよね。後ろため、ガイルですね。後ろため前と下ため上パンチ。上。はい。じゃあ、ガイル的な。ガイル的な感じで、はい。やっていけば、多分大丈夫です。ガイル的な動きで。じゃあシャア専用ゲルググで佐藤号参戦ということで、やったこともないのに生まれて初めて俺はモビルスーツに乗るんだと。モビルスーツの童貞を捨てていく捨てていくんだと。そういう形で、まあでもね、アムロは初めて乗ってね。あ、そうですよ、1年生終わらせちゃいましたからね。いやいや、初めて乗っていきなりザクを落としましたからね。ザクを落としましたからね。モビルスーツの性能があったからとはいえ、そうですね、うん、ニュータイプかもしれない。ニュータイプかもしれない。新たなニュータイプが生まれる。じゃあトーナメント表を作成して試合の方を開始していきたいと思います。よろしくお願いします。さあさあさあ。ギャン、ギャンはやっぱ強キャラって言われてるのは何結局何が強いんですか。こいつもやっぱ2段ジャンプ、はい、まあ、基本的に動きが速いっていうだけでもそもそも強いんですけど、まあ、その2段ジャンプを駆使したこの大斬り、はいはい、判定が非常に強いと。上から来るやつ。さらに言うとあのペンシルミサイルの隙がない、はい、このやっぱこうやって連続技がすぐに簡単に作成することができると、うんうん、まあ、唯一弱点があるとするとボタン連打でスプラッシュファンとか出ちゃうんですよ、はい、ああなるほど。それが結構よ、出すと何にもいいことがない技なので。漏れると。そこは出さないように注意したいところです。なるほどなるほど。まあ一通り揃った系の。そうですね。ガンキャノンも強いですよ。ただガンキャノンはやっぱ自分から攻めていくキャラでもないので、はい、あの体力リードされちゃうと結構きついんですけど、はい、火力が高い。今のあれがあんなんとめくり下段ガードという。めくり下段ガード。それを分かるまでにみんながこれどうやってどうやって防ぐの。ていうかカイそんな動きできた。できたっけみたいな。カイさん。
カイさんいつの間に、カイさんいつの間にそんな技で、なんか画面端であれ出されると、表だか裏だか分かんない、分かんないですよね。そう、結構ね、ほらこれは表裏え分かんないですよ、分かんない。だから結構ね、わからん殺しするにはちょうどいいから。あとね、しゃがみ中パンだかしゃがみ大パンが強いんだよな、確かリーチがすごい長くて、はいはいはい、おりゃこの投げがやべえ、やばいですね。で、あれちゃんとアニメにあの投げ出たんですよ。あ、出てん、あるんですよ、出てましたっけ、テレビ版であの投げ出してるんですよ。出足払いみたいな、出足払いみたいな、そうそう。あ、なんでしたっけ、あのばあちゃんのアキラの、あ、いや、ありましたね、ああいう感じの投げ。そうですね、あの後殴りそうな感じですね。であとガンキャノンのその実はですねバンナクル的な技があるんですけど、おー神経、それでジャックで出すと多分反撃できないんじゃないかな、突き出し相当出しどっけ。そうですね、仏像はドム、ドム行きました、ドムガイア、俺手がマッシュ、でもブルース先生ジェットストリームアタックだから、お前は誰だ、お前誰だ、誰だ、好きなんだよねこのネタ、すごい好きよ、ガイアマシオルテお前誰だよ、誰だよ、すごい好き。今回このドムは誰が乗ってんだろう、ドム、ああれあれ、ガイア、ガイアだっけな、誰だっけ、オルテガ、オルテガ、多分マッシュじゃないと思うんだよね、マッシュではないと思う、マッシュはやられちゃうんで、ガイア、ガイア、ガイア、よし、ガイアならいける、ガイアが俺にもっと輝けって支えられてるわけですよ。ガイアの夜明けが待ってるんで大丈夫です。投げ、この投げが、この投げがやばいですね。これ投げはチュンリーっぽいですね。ボタン D ボタンがいわゆるその投げボタンと呼ばれてるボタンなんですけど、はいはい、やばいのが1個だけあるんですよ。やばい、このゲームって自分がしゃがんでても投げれちゃうんですよ相手。うん、やばいですね、それは。やばいんですよ。それはやばい。なので、それをこう知っているのと知らないのでは、だいぶ違うということなので。相当崩し性能というか、そうですね、切り返し性能が相当ありますね。そして、ギャンが強いと言われる理由が、なんかギャンだけなんか、投げの場合が、ちょっとおかしいような気がするんですよ。広い。投げ返せない状況が多いような気がするんですよね。理由はわからないんですけど。こう見たらなんかシャワザクの方がヤバそうな気がするんですけどね。まあそうですね、まあ、シャワザクはまあ基本的にお足で A パン入るんで、はいはい、それだけを狙っていく感じで、逆に他の技使ってると俺はダメなんじゃないかダメなんですよね。こんなタックルしてる場合じゃねえと、タックルとかいらねえだろう、いらねえだろう。でそれを食らうなるみたいな。CPU やべえな、やべえな、 CPU 強えな、強えみたいな感じで、タックルが。ゴーさん誰とやるの？なるか、そうか。うまいっす。組み合わせがどんどんと。マジで初めて読んでる。あ、立つわけがない。まあでもモビルスーツを操縦する喜びを。そうですね。まずは喜びをから。こいつ動くぞ。こいつ動くぞと。悔しさをバレるプロ。ガンダム流行らせましょう、ね。ストリートファイターガンダム。ガンダム。じゃあナルトゴーさんですね。じゃあこれで、の試合最後にしてください。よろしくお願いします。あ、もういきなり俺。あ、うん、ちょっと待ってて。はい。あ、いや、ね、じゃんけんして、じゃんけんして、ワンピースキック決めて。あ、ちょっと待ってて。今プレイヤーが、はい、今。はい。ててさあ、じゃあ俺の相手は誰だ。俺の相手はさっき池田はジョニクソン、俺は4126ガンキャノンでしたっけ。4126ギャン、キャノンですね、ガンキャノンです、ガンキャノン。あ、本当はキャノンだ、キャノン。あ、めくり下ガード、めくり下ガードですよ、めくり下ガード、注意してくださいね。はい、めくり下ガード。そんな技初めてだよ。すごいですよね、めくり。やべえ、なんかあガンキャノンモーションかっこいいな。そうですね、あと声優さんもちゃんと甲斐紫蓮の、ね、そうですよね、何でしたっけ、忘れた、忘れた、あの人の声なんですか、あの人の声うるさいんですよ、やたら超超うわーうわー言って。
すげえテンション高くてそんな高かったか、カイさんいい感じっすよ、ウェイ言ってんの古川、そう、古川さんいい声ですよ、よし、はい、じゃあこれで設定変更して試合の方開始したいと思います。ビクトリー、ビクトリー、ビクトリー、ダッ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 シュートじゃあじゃあなるくんいる？あ、で、なるくんとゴーさんじゃんけんして 1P、はい、2P を決めてください、はい、最初はグーじゃんけんぽいじゃあ 1P で 1P じゃあゴーさん 1P 側ね、はい、じゃあなる 2P 側にちょっと待っててはいちょっと設定を設定変更次第設定変更次第お、あれか、あれがドムかドムっすねコマンドであのフラッシュ攻撃出せるんですけど、はいはいはい、あれ結構割とプレイヤーがうおーってなるんだよねキャラク的には別にどうでもよくてくそ、本当に目くらましたピカーっつってピカ押しっぱなし話でしたけど、そうですねいわゆるピカチュウアタックってやつ、ね、ピカチュウアタック確かターンパンチ的な出し方ですねよし、じゃあストリートファイターカーニバル3、なんだっけ、11日目です。メインイベント、ガンダム、あ、また、はい、お、はい、配信が始まった。はい、ストリートファイターカーニバル3、11日目、はい、メインイベント、ガンダム EX レビュー大会始めまーす。ワンピガは元西部開発佐藤ゴー、次のは、ナル、じゃあ準備ありしたら試合開始するんだ。さあライデンの作曲者がついにモビルスーツに乗り込む瞬間がみんな君は見たか君は見たか君は生き残れるか君が生き残れるかということでじゃあ佐藤剛さんは今日はシャーゲルを選択していくと今ハウトゥープレイを見たのは初めてやるからですね見ましたね剛さんわかりますかゲルググゲルグその右ですその右ですもう一個右ですこいつですシャーゲルですシャーゲルですワンピガは佐藤剛ゲルグシャーゲルツービガはギャンギャン、なるさあ、さあ始まったギャンがまた大暴れしてとりあえずあぶねあぶね容赦ない三段容赦ない三段が入ってくるゴーさん、ため技ですあぶねよしよしため技ですあ、ハイドポンプが入るハイドポンプあー、ビヨンってるでモビルスーツモビルスーツなのにということで、イポ選手はなるさあ、ゴーさん、まずいぞ、後がないぞ次期主力モビルスーツはどっちだどっちだ奪われてしまう奪われてしまうのかツイマット社なのかジオニック社なのかそうですね、このままではあの歴史が狂ってしまいますね狂ってしまいますよまずいぞ、ゴーさんギャンキャノンとかできちゃうギャンキャノン、ギャンダムギャンダムダブルゼータギャンダムまで行ってしまう可能性が今出てきてるわけですねあー危ねーガードシャやばいナイスガードナイス排入ギャンダムまで今やばいですよ持ってかれちゃう持ってかれちゃうぞゴーさん頼むよさあゴーさんが一生懸命ビームライフルツボを割っていこうおー2段ジャンプを覚えたあーまずい目押し痛い4段からのおーおーソーパン発想アッパスーツアップ早げ10メシャーゲルがあーペンシル勝者ダールのギャンギャンお見事次期主力はギャンにギャンに決まってしまいましたこの後です、ね、ギャンキャノンだの高機動型ギャンだのこういうのが出ちゃうわけですよいやトラコ敵とじゃんけんして選挙決めるんだ、はい、さあトラコババーサス敵とどうでしたどうでしたよく考えたらガードもよく分からなかったねガードはそうですね後ろでしたね後ろでしたね後ろで良かったねやっぱり、ね、後ろでまあ初めてなんでこんなもんですよ大体俺今日ドラガエに来て相手なくて仕方なくバーチャするやつたらそしたらじゃあガンダムも出るガンダムやりませんかって呼ばれてなるほどね貴重なだけにしましたねはいありがとうございますありがとうございましたじゃあワンピガは適当のなんか青いガンキャノン青いガンキャノン2ピガはマッツみたいな感じトラコのエスザクシャーザクシャーザク
さあザクガンキャノン。おこれ。おっと。おー今。飛んでいく飛んでいく。おっとタックル当てていくのはドラコ。おお肘肘タック。当たらなければどういうことはないということで。チョップからの肘。ガンキャノンが。ガンキャノン押してるぞ。キャノンがヒット。キャノンがヒット。まずは敵と敵と勝利。まず一歩接種敵と。さあ一歩目。さあ2ラウンド目。まこれってガンキャノンにシャーザクが負けるって負けるってちょっとこれはすごいですね。非常にまずい展開。これはもうダカール宣言なしなしですよ。レオジオンなしなしもう仕方ないです。クワトロ対はなしなしですよ。クワトロ現れず。ああ危ねえ危ねえ、避けたジャンプで避けた。おっとドラゴンどうする？タックル解散解散。おおタックルをタックルタックルを解散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 のドロップキック。解散チョップヒートホークで切って、シャーが粘る。おっと打ち合ったところでシャーの勝利。さあこれで1-1。ヘイが見ているということで頼みますよというわけで1-1。歴史が動くのか。歴史を守れ。それでも海志伝ここ勝ったらもう5階級特進どころのとんでもないですよ。赤い彗星を倒したと。もうジャーナリストならなくていいですかね。ジャーナリストになる必要はないですよ。大切に蹴っていく。おっとこれ、おーナイスガード、ナイスガード。こうやってガードするんだあの技。おお肘体育、肘体育、しかも2段2段。さあ飛び蹴りで入っていく。さあお互い様子見からの、おー飛び込んでキャノン、ガンキャノン打ち上げたー。シャーシモン、シャーシモン勝者。適当キャノン、お見事。ジョニキーギャン、さっきいけた。はいさあジョニキーさあギャンドス。はいさあここで、はい、さっき池田が、さっき池田が出ますジョニキ対さっき池田。ワンピーがジョニキギャン、ツーピーガーがさっき池田ギャン。ギャンギャンですよね。さあギャン同士、ギャンギャン、あ取られた、色取られた。デザートギャンがさっき池田。いやデザートギャンがジョニキですね。ジョニキですね。ジョニキデザートギャン、通常ギャンがさっき池田。さあ、帝の次期出力もウイルス戦では結構上位を占めるギャン、ギャン、まあ、ギャンゲーになりそうな勢いで。まあギャン、まあギャンだからな。ギャンですから、ギャンですからね。もうほんとこのままいくとほんと高機動ギャン、ギャンツバイ、ギャンツバイとかそういう勢いになる。ニューサイコミュー試験型ギャン、ギャンZギャンとかね、Z ギャンとかそういう勢いになるんですよね、これね。超巨大モビルアーマーギャンとかね、ガルバルギーギャンとかギャンとかね、そういうことになると思いますよそんな中じゃあまず押してるのはジョニキギャン。デザートギャンがしかし投げ返す、さっき池田。さあ最後投げたのはさっき池田。さすがですね。 まず1本、さすがですね。あっこからまくっていきましたね。さあギャン同士、ギャン同士やってることは同じですから ね、 からね。あのバッタからの大切り投げ、投げそしてペンシルミサイル、ペンシルミサイル、ペンシルミサイル飛んだらバイドポンプも見たいぞ。しかし投げ返す。さあ投げを起こしていく、この投げる。さあ世界を取った投げ、投げ返していくジョニキ。ジョニキ、おパワーグラデーション、パワーグラデーション、パワーグラデーション。チュンリーの投げ、チュンリーの投げ、ついてチュンリーの投げ、チュンリーの投げ。おっとスプラッシュマン、これ出ちゃいけない技。ペンシルミサイル、おー切って折れていって、おーペンシルタイプ勝ったな、さっき池田。お見事、デザートを下しました。デザートキャンを下した。いや危ないところでした、危ないところでしたね。1戦目と弱いんでこのキャラクター。危ないところでした。ガロボーとビブンです。おガロボー VS ビブン、おワンピガーがビブン。適当キャノンですね。適当キャノンが勝ってます。ワンピガーはビブン、ビブン、ツーピガーは、ガルボ、異性にな恋の後、ビブンさんを自爆スイッチ、ビブンアッガイ。 あれビブンさんガンダム捨てたんだ。アッガイ、アッガイですね。ガンダムからアッガイへ浮気
やっぱ赤いだよねって。そしてシャーザク、シャーザク、なるほど。次期モビルスーツはどっち、どっちだ。あの赤鼻さん、シャーやっちゃってください、シャーやっちゃってくださいもうどっちが赤いのか、本当の赤いのかって、ね、赤鼻さん、ちょっとあの本当に鼻赤い、鼻赤いんでね、赤鼻さん、ここはちょっとやっちゃうしかないですね。おー、この空中、この空中移動、どこに捕まってるのか、どこに捕まってるんでしょうかねさあ、ジャブローでの戦い、これです、原案的なバーチカルローリング、バーチカルローリング、バーチカル、バーチカル、これが、これ強いぞ、大佐大丈夫ですか、大佐、大佐投げる、そしてサイコクラッシャーからバーチカル、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 裏、そして投げ、竜みたいな投げ、竜みたいな投げ、上流拳、バーチカル、あれ大佐ピヨンって言うよ、大佐が投げ投げ、ネックハンギングからのバチコー、バチコー、大佐お願いしますよ、大佐赤鼻ですよ、赤鼻ですよ、相手赤鼻ですよ、全体ですよ、あいつ、まあ、全身タイツですよ、全体でね、ジャブローで、ね、ジャブローですよ、あいつらがせっかくステルス性高めてんだけど、お前なんでそれ、なんで真っ赤してんだよ、ここでなんかこっちは潜侵入、潜入だぞっていう、潜入バレちゃうだろ、本当にどんなやつだよ、キャスバルに、さあキャスバル兄さん、キャスバルの、キャスバル小足に入っていく、しかしバチコ、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 おっと、切りが横切り、横切り、大パンチ、アッパー、横切り、横切り、2段を決める、2段を決める、重い一発、重いぞ、バーチカル、おっと、バーチカル、大事に、バーチカル、持ち上げていく、下段からバーチカル、あー、下段バーチカル、赤鼻警告状、赤鼻警告状、赤鼻大佐に昇格、赤鼻大佐、赤鼻大佐、赤鼻大佐、おいシャート、シャート、バグ出しかけてこい、ジムに、ちょっと行ってこいよっつって、行ってこいっつって、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ仏像仮面ドム416キャノン、じゃんけんして最後決めるんだ。なんかさ、ジャブローの時さ、ジムにさ、爆弾仕掛けられてさ、さもうやれ大変だみたいな形相でみんな焦ってましたけど、あんだけジムいんだからちょっとぐらいバカされても別にどうでもよくねって思った。まあどうでもいいですけどね。ワピが仏像仮面、しかもガンダム乗ってるアムロが間違うっていう。そうです、ね。あ、ガンダムがこんなにいっぱい。スーピカは4126のキャノン。さあ、ガイアが俺にもっと輝けと、さあ、囁いている仏像仮面のドーム。さあ、2P 側416ザンサム勢の関係の、さあ、何か確かめたかな、対するは仏像勢の、そうですね、仏像仮面ですね、仏像仮面、下タイガーを放ってきて、空対決ドロップキック、あー、下段です、下段ですよ、裏下段ですよ、裏下段、下タイガー、上タイガー、上タイガー、上タイガー、マガット力が高いが、キャノン一歩選手は416、ドーム、まずいぞ、ドーム。さあ、仏像仮面、ここはちょっと落ち着いていきましょう。仏像仮面、シャガチュウが強いですよ、シャガチュウ、はい。あー、バーサキが去る。あと、仏像仮面、あれ、なんでしたっけ、飛び道具を打って、それを追っかけていくスタンスで、ジャックで出して、そうですね、ソニック追っかけていくスタンスで、お願いします。しかし、下がっと力が高い。あー、ガードが、ガードが。動かして、もう一丁動かしていく、画面始まりで届くぐらいリーチがないんで、ドームのしゃがみ切りは、はい、バラクルガードして、下段下段下段に命をかけていく、あー、陽子千里が開いた勝者416、連邦軍生き残った、 V 作戦はまだ続くじゃあ区で八丁折り、じゃんけんして全局決める、悔しい。でも途中で気づいたでしょ、しゃがみ切り強い、そう、しゃがみ切り強いんだ、あ、これだと思って、そうだ、ただキャノンと飛び道具の打ち合いができないのはきついですね、きつかったですね、タイガーが、タイガー強いんだよ、下段上段、でワンピーガーは、ミカドガンダムチームより発祥盛り量産型ゲルググ量産型、そしてツビガーはクデが使うのはシャーゲル、おっとここで、おっと何でしたっけこれ、これガトーだ、ガトーだ、ガトー、ガトーのカラーを、だいぶ貧相な顔だけど勝手に勝手に勝手にでしたね
ガトー専用ガトーのカラーだった。アナベルガトー専用機、我々は3年前待ったのだ。ソロモンマー君の再来ということで、ソロモンマー君回していく、再びジオンの理想を掲げるために。あ、そうはパキッて空対空、あっ、おっと蹴ってくぞ、レバーで中キックですね。さあ球が減る、おー、あー、無敵を使って抜けていく、飛び道具無敵を蹴って、あー、しかし払い、ケキック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 、腕のケキックが上がる、おー、切り込んだ、突進技、さすがソロモンの悪夢、強いですね、強いですね、ありがとう、さすがオールドタイプ、ハッチョボリー、さあオールドタイプ最強の、そうですね、オールドタイプ最強と最強のアナベルガトーか、それともシャアなのか、シャアなのか、今日シャアずいぶん負けてますけど、シャアはちょっとここで負けたら厳しいですね、ここで負けたらもうシャアクビですよね、本当ですよ、ないですよ、もうシャアの日常的なシャアですね、こいつは、ハッソハッパーを出していく、クーデー蹴って、ハッソハッパーやり返していく、スーツアクトバイヤギクーデー、あいちょっけピヨってるぞ、タイサー、タイサータム、最後タムタム、タムタムタムが決めた、勝者ハチョボリ、タム、あの技なんだったっけ、パグナパグナ、パグナパグナ、パグナだっけ、ついにゲルルググがパグナパグナ覚えたね。じゃあバルクシーナルサユイじゃんけんして次を決めて、あーおなんだっけ、おっとバルクシー、さあパルキシが今、お、僕が一番ガンダムをうまく扱えるんだとテレビモニターで見てるんでしょということで、ワンピー側とうとうパルキシガンダム、パルキシガンダムが、ツーピー側ナルサユイ、グフグフ、あっと、モビルスーツの性能ないないと、性能の力ということを忘れるなと、忘れるなと、いい目をしていると、いい目をしているなと、度胸もある、私にも一歩を裏してくれと、あの人に勝ちたいバルキシー、バルキシー、相手はダルシムだぞ、大丈夫か、大丈夫か、こっちも伸びるんだ、こっちも伸びるぞ、お互いに伸びる、バルキシー、それ本当はビームライフル出したいんだろ、なんだ、絶対そうだろ、お前バケてんだろ、バケてる、やめだよお前、ちょっと真下からちょっとやってください、後ろからやっちゃダメだよ、打った、右に行くと出ますね、ビームライフル出るぞ、出るぞ、左行ったらあれですね、ハンマーになりました、ハンマーですね、まずいハンマーになる、あーっとパイプ投げ、パイプする、ハモンが見てるぞ、後ろからハモンが見てる、ハモン見てるぞ、あーっとここで化けるあなた見てください、あなた見てください、飛んで出るぞ、ライフル、ライフルで、タイムが、足が遅い、時間にね、ガンダムが性能に戻りません、逃げていく、お前が勝ったのではないと、ガンダム性能だとさあ一本ガンダム、ガンダム一本でしょ、パルキシー、俺が一番ガンダムうまく扱えるんだと、しかし対する青い巨星、青い巨星頑張ってほしいですね、頑張ってください、おい声優さんも今頑張ってます、頑張ってるよ、頑張れ頑張れ頑張れ、グフ声優さんは、声優さん頑張った、醤油系を見せていく、頑張りにかかってる、鳴沢優の頑張りにかかってる、あーあー、スライディング、ダメだ、ビームライフル、最後に偶然ビームライフル勝者バルキシー、バルキシー、じゃあ佐藤選手、グラ選手、あー面白い、ラルさんやられちゃいましたね、やられました、まだ V 作戦、ほらこんなできないガンダムでよかったんだ、ブライトさんはまだ戦術がわからないんだバカ野郎ガンタクいねえし、いねえし、すんごい煽ってますよ、煽ってるけどさ、使えねえじゃねえかよ、ね、使えるなら使ってるよっていう、ね、じゃあワンピーがグラ、ズビが佐藤家、グラは今日何使うの、ギャンギャンギャンです、もうやる気満々です、佐藤家選手はシャーゲルです、シャーゲル、またシャーか、今日シャー、これ佐藤家さん頑張んないとシャー全滅っすよ、シャーのバーゲンセールが全滅っすよ、シャーのバーゲンセール、シャーのバーゲンセールだなと、わーしゃーしゃーしゃー、やつが来る、やつが来る、来たが、来たがどうなる、どうなるんでしょうか、さあまだ飛び道具の静かな打ち合い、おっとパーグラデーション、おっとパーグラデーション、スーツアクターバイシャロット、パーグラデーション、飛ばして落とすスタイル、ペンシルで飛ばしてグラデーションで落とす、そんなキャラだったのかこいつ、ペンシル、ペンシル、ペンシルミサイル、おっと大切り、大切り、横払い、あー、ペンシルが去る、
一方選手はグラ。さあボエジャスのために負けられないグラ。負けられないグラ。ここはどんだけ空気を読まないと言われてもギャンを選択していく。ギャンでいく。俺はギャンでいく。ギャンでいく。いや俺ギャン好きだし。昔からギャン好きだったし。嘘だよ。次期主力モビルスーツだし。だったし。介入ギャンダムだし。ギャンダム。ファインギャンダムゼータまで。ギャンダムゼータまで。さあギャンがペンシルからのグラデーション。ペンシル。ペンシルで決めて。飛び道具打ってるだけで最後カニ歩き。というわけでシャア全滅でーす。逆襲のシャアはございません。ございません。ありがとうございました。シャア売り切れました。売り切れました。シャア売り切れましたよ。シャア売り切れた。クワトロもいないよもう。じゃあナルギャン適当キャノン。じゃんけんして選挙決めるんだ。さあ。あれ鬱陶しいな。さあギャン対キャノン。ナルギャン。じゃあマンピガは適当くんのキャノン。キャノン。じゃあツーピガは、ナルギャンということで。ナルギャンですね。ここはやっぱり連邦軍を応援したい。もう連邦に頑張ってもらえないと。あんまりいらないですよ。いらないですね。もうお腹いっぱいですからね。どんどんトーナメント上がってくるギャンだらけ。ギャンだらけになる。ギャンダムですよ。ギャンダム EX レビューになりますからね。ギャンダム EX レビュー。ギャンダムファイトですからね。ギャンダムファイト。さあ、じゃあワンピガー。テキトー君が青いガンキャノン。青いガンキャノン、マーク2系ですね。ガンキャノン D とかそういう系ですね。そういう感じですね。ガウの上でなぜかギャンが戦ってる。ギャンが戦ってる。ガウシチュエーション。ガウ攻撃空母上で。当たったな、シャープ。じゃあ、墜落しないでね。あー、おっと、ピヨってるー。ハロハローンの後からチュンリーの投げ。チュンリーの投げが入る。さあまずは勝利なる。一歩接種。まずいですね。 V 作戦がこう終わってしまいますね。これで敵徳が負けると、あとパルクシーに、パルクシーに全て託されますよ。託さないといけない。たった一機の試作モビルスーツに全て託されますよ。カーになるの大差がバチですね。もうね、完全避けてますね。あれ、ミラージャンプあれば別にあれ怖くないんで。なんと。あー、まずい。さあ、しかし打っていく。打っていく。でも避けられる。当たれ。当たれ。当たれ。そこー。そこー。あー、投げがある。またチュンリーの投げ。チュンリー投げ。勝者、ナルギャン。ナルギャン。じゃあ、俺と微分さん。さあ、さっき行けたギャンと微分アンカイ来ましたよ。さっきのやばいですよ。 1P 側微分アンカイ、 2P 側席に座ればいい。鬱陶しいな。さっき行けた。お、デザートギャン来ましたね。さあデザートギャン、デザギャン来ましたよ。砂漠専用ギャン。もう主力モビルスーツになった途端もう足がいっぱい、いろいろですよ。寒冷地仕様とかも出す気ですよこれ完全に。そんなもん作ってるから負けるんですよ。本当にね。汎用型を作れ。汎用を、汎用型でいいんですよ。全部汎用すればいい。ジム見習えって話ですね。寒冷地仕様ありますから。寒冷地仕様一応ありますよ、ね、ありますから一応ありますけど、はい、さあそんな中微分アッカイのこれですね。バーチカル。さあバーグラデーションに対して、さあバーチカル、バーチカル、バーチカルからのバーチカル、バーグラデーションガードして、さあそしてぶら下がる。どこにぶら下がるんだ。どこかにぶら下がる。さあ何かにぶら下がって、ぶら下がってバーチカル、バーチカル、近づいたらバッピ寄ってたが、バーチカルツーヒット。これは回って可愛いつもりか。さあ赤い一本目、赤花。赤花がいや大佐ですからね。シャアに続いて赤花大佐。赤花大佐、赤花大佐、シャアを倒して、ね、上最初と最後にサーをつけろ。これでジオンの主力モビルスーツが赤いになりますよ。宇宙専用赤い出ますよ。宇宙用赤い。クワトルマジンだが赤花になる。赤花逆襲の赤花になる。赤で金色のめくり赤花。これは赤い超強いんだよ。赤いですよ。やばい。ギャンより強いかもしれないね。ギャンダムどこじゃなかった。やはりこれからは赤花の時代が、赤花の時代ですね。完全なみんなの今後のシリーズ全身タイツですよ。
さあ続いてはワンピーが8丁。まずいですね。このままでは機動戦士赤に赤になりますよ。赤に赤花になりますよ。赤花レイぐらいの視聴率取れねえ取れねえみたいな。ワンピーが8丁盛りの、ガトーゲルググガトーゲルググ、そして4126のガンキャノン。ガンキャノン、さあガトーと開始伝。さああそうか、そうですね、まだじゃあパルキッチと416がいたんですね、残ってましたね、はい、まだいきます。さあパグナ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 で合ってたっけ。下体がまあこの際どうでもいい、どうでもいいタムタムタム、めぐりジャック切りからの激空当たってない。さあ殴っていくな、ガンキャノン。壊し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 、激空投げて投げ手足払い、足払いで壊していく。一般使徒大悟、こんな使い方もできるんだ。大自然、これはもしかすると WOAT3 がなくなる、なくなるぞ。WOAT3 星のクズ作戦が、星のクズが、星のクズが本当にクズになってしまうぞ。なってしまうぞ。大丈夫なんでしょうか。さあ、トミーから入っていく。ガトーの元気くっ。さあ、ガトー、そうはいってらない。さあ、めくっていく。あ、元気くっ。危ない。おっと、手足払い。近寄っていく。もう一度ドロップつく。ドロップつく。軽やかに。ナイスガード。ナイスガード。バーナフルタイプ。大撃。おお、ダブダブダブ。飛んで。めくり。投げ。うわ、八丁盛り。どうする？どうする？八丁。下体が。おっと、クタイク、おー、小足、小足が入ったガトー、なんとか生きてた。首の皮1枚ソロモンの悪夢。そうですね。まあでもここでガトーが死んでいれば、ひょっとするとティターンズはなかったのかもしれない。なかったかもしれないですかね。台頭できないですからね。なかなかこうゼータガンダムも存在しないってことになりますね。じゃあね、歴史改変、歴史改変まであと1ラウンド、どうなるんでしょうか。さあガトー、ガトーだ。が死んでも別に時代特に動かないですね。特にそれほど。ああまずい。ガトーガトー、クー投げ、クー投げいった。手足払い、ガトーが、ガトーが、ガトー死んだ。勝者4126ガンキャノン。 V 作戦は続いていくということでありがとうございました。じゃあパルキシーガンダムグラノギャン。じゃあパルクシー1ピガワ、2ピガワ、グラギャン。おー、連邦頑張ってますね。なんかかっこいいですね、これこれかっこいいですね、かっこいいですね。ちょっとパルクシー選手、これ一応アニメだとガンダム余裕で勝ってるんで、はいはいはい、もう余裕勝ちをちょっと見せてほしいですね。余裕でしょ、余裕だよみたいな感じ。ギャンとかね、なんでお前大体縦にミサイル入れてんの、ミサイルとかね、防ぐ気ねえだろみたいな。弾防げるよ、誘惑だよ、誘惑撃っちゃどうなるわ。完全にどっちが波動勝利系だか分かんない、分かんなくなって、おっと、ここで二刀流、二段切り、あっ、ナンバーワンザパケだ。ダメだ、ダメだ、ダメだ、パルキシー右に回れ、右に回れ、右に回る、そっち側じゃダメだ、ハンマーが、ハンマーが出ちゃう、ハンマーが出ちゃう、おっと、あー、どこで、じゃあ関係ない技だ、関係ない技だ、あー、乗っちゃった、乗っちゃったぞ、パルキシー、アムロー、ナイスガード、アムローが、ビームライフル、ビームライフル、ライフル、蹴りから蹴りからならとは言っても会えるんだ、会えるんだ、会えない、まず一本接触だ。さあまずいですね、これグラが、グラが覚え始めてますグラギャンが鬱陶しいですね、グラギャンが。この飛び道具の打ち合いも強いから飛び道具の打ち合いはしない方がいいですけど、飛び込みたいが、この、おっと2段で取ってた、また下がって、これを使えばいいんだ。マルチがハンマーとライフルを忘れている状況ガードして、ガードして、大切り当たりの分子が刺さる、おっと、バーグラデーション、バーグラデーション、大切りガード、あー、出ていく、切っていくに飛ぶ、あー、ハンマーが、これはダメだ、ハンマーはいらない、ハンマーはまずい、あー、勝者グラギャン、グラギャン、これでアムロは死亡、死亡、サイドセブンから出れず、出れず、テキサスコロニーで。デデデン、デデ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 ン。デデン。ニュータイプなどいなかった。これがいいよね。首ね。ラストシュート5。ラストシュート5が。5ですね。はい、どうぞ。さあ、枠取り直します。じゃあ、枠取り直しますね。じゃあ、ナルギャン、適当キャノン。
じゃねえや、ごめん、間違えた。微分か、微分赤い。ナルギャン、微分赤い。ナルギャンの微分赤い。先ほどして微分さんにはしてやられちゃったので、次回ちょっとリベンジしたい。リベンジ。ワピラはビルナーガイ、ツピがナルギャン。ナルギャン。俺はもうガンダム EX レビューを格闘ゲームとして見た場合に、どっちが強いのか、じゃあここで少し答えが出るかもしれませんね。そうですね。この組み合わせですよね。次期モビルスーツ、主力モビルスーツはどっちだということで。どっちだ、ギャンなのか、赤いなのか、赤いなのか。赤いなのか。さあ、じゃあはっきりさせようか。うん、ワンピガはビルナーガイ、ツピがナルのギャン。ギャン。ギャギャギャ。ギャギャン。ギャギャン。ギャ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 燃え上がれギャンダムになりますよ。ギャンダムです。皆さんよく見てください。アンカイが今テキサスコロリーになっているんです。おっと、ビヨンダーラッシュ。しかしバーチカル、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 バーチカルからのバー、このは赤花、赤花が完全にニュータイプ。赤花大佐、赤花大佐お願いします。赤花大佐、さあイエスさん、何がいいものだと。いいものだと、壺なんて割ってやる、なんて何が北斗だと、何が北斗だと。ジオンはあと10年も戦えねえよって。無理だ、俺がやると。お前がやらぬなら俺がやる、俺がやる。おっと、空中からサイコクラッシャー、斜めサイコクラッシャー。いつもバーチコー連覇がバーチコーいいのか。バーチコーからのバーチコー、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 赤花大佐。これはもしかしてこのゲームの答えが、答えが今、答えが出てしまったかもしれない。闇が今、闇が生まれたかもしれない。闇の生まれた瞬間である。そうですね。じゃあ八丁、あれ八丁堀じゃねえ、ごめん、4126キャノン、グラギャン、4126キャノン、グラギャン、グラノギャン。おっ、まだキャノンがいたぞ。さあ V 作戦、これで V 作戦が下手すると終わっちゃいますね。終わっちゃいますね。416、お前勝たないと V 作戦が終わってしまいますよ。終わってしまうよ。もうテムレーが酸素欠乏症にならないぞ。いや別にそれはそれでいいそれはそれでいい。それはそれで、これを使えゴピゴはグラギャン、これを使え、こんなものこんな古いものつって。次が416のガンキャノン。じゃあ準備した試合開始。まず肘。さあ解散。飛び道具の試合でも負けていないぞ。負けていない。下タイガーが早い。なんぼでも出る。下タイガーの早い。下タイガー、下タイガーで41出せんだ。さすがですね。さすが。そしてこれ。おお。陽一郎が。これわかんねえぞ。わか知らねえぞ。知らねえ。あいつ知らねえぞ。ガードできねえぞこれ。あいつ知らねえぞ。これいけるぞ。いける。これいけるぞ。あいつ知らねえぞ。落ち着いてください。落ち着いて、落ち着いて、いけるぞ。そして、あーっと飛んじゃった。どうする、どうすんだ。ドロップ、パワーグラデーション、ここでシャルロット、パワーグラデーション。日本選手はグラギャン。マクベー、マクベーの野郎。解散。ヨイチロがしゃがみ大パンチが強いんじゃなかったかな、確かな。違うか、しゃがんでいた、忘れたな、ごめん。頑張れ。さあ、まだいける、まだいける、まだ V 作戦は、まだ連邦はまだ戦える。あ、それだ、おっと、ガードした、覚えやがった、覚えた、いや、いける、いけるぞ、まだうろ覚えだ、当たるまで打てば大丈夫だ、当たるまで打て、頼む、投げていく、投げて、ワングー、俺に力をくれ、ワングー、俺に力をくれ。あー、下体が大切り飛び込んでいきたい、トップ、あー投げ、あーラリアット、あ、それだ、それだ、それだ、当たるぞ、それ当たるぞ、こいつ知らないぞ、知らないぞ、こいつ当たるぞ、当たって、おー神一重、神一重ですね。あと2秒だぞ、逃げろ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 、しゃーがっくり、がっくり、終わるぜと、ギャンがっくり、がっくり、こんなギャン、こんなギャン見たことねえ。11マジかよ、マジかよ、壺割れちまったよ、壺割っちゃったよ。
さあ、3ラウンド目よしよし、頑張っていこうよしよしよし、グラが焦ってるぞ、グラに今プレッシャーかけてるから、あれ、燃えちゃすなくなるよ、なくなるぞ危ないよ、もう飛び蹴りから、ズッキーもう連絡しちゃったよ買い取りお願いします買い取りお願いしますさあ、着陸投げが投げそこで、そこで肘パワーグラデーション下段そうそう、その技が強いんだよ飛びから飛びからあーあー大丈夫これ角あるぞ頑張ってけ頑張って頑張ってまだいけるいけるぞあーグラ強いあーペンシルーしゃグラなんとか勝利モエジャス残るモエジャス残っていく残っていくじゃあ逆にこれグラが微分倒されるとダメですね、はい、もうダメですねこうなったらストリートファイターカーニバル311日目メインイベント、はい、ガンダム EX レビュー大会決勝戦始めたいと思いますよしじゃあ微分アーカイ赤鼻大佐を赤鼻を倒せワンピー側グラギャンが倒せるかワンピー側が赤鼻大佐赤鼻大佐微分微分スピー側グラギャングラギャンですグラギャンさあギャンでは相当勝ち目がないような気がしますけどさっき見た感じではだと相当きついですけどね相当やばいですよじゃあのグラをここがちょっと応援したいところですけどね、はい、あのアーカイを攻略できるでしょうか上から上から来ます上から最後上から来るぞ気をつけろと上から来るぞ気をつけろおおパワーグラデーションパワーグラデーションパワーグラデーションつられたしかしガードしてこれがジャンプ攻撃が届かないかもしれないそうです、ね、バーチカバーチカおバーチカに対してパワーグラデーションバーチカバーチカにパワーグラデーションしかしガードができるおあいいよいいよ落としてるぞ落とした落としたバーチカルああもうでもそれぶっぱするしかないよねこれしかない最高クラッシャー途中でめくりになるだからあれガードしてる最中に投げボタン連打したら投げれるからおっとさあまだあるまだ手はあるまだ手はあるまだ手はあるいやあの微分さんは逆にこれバーチカル以外選択肢ないですないですねバーチカルを落とせばなんとかなるそうバーチカルをガードさせてからのバーチカルですよバーチカルバーチカルそうなんですよ、これですよねあそうそうそうです先読みでグラが出したのうまいんで当たってるんですけど、うん、そうです危ない危ないああいいいっぱい当たったがパブパラデーションパラシンよく当てたあるぞ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 あ上から来るぞ上から来るぞ待て待て待てナイスカードナイスカードナイスカードバーチカル音バーチカル音だバーチカルパワーグラデーションあー最高が刺さるまずいお裏ガード裏ガードナイスガードナイスガードパワーグラデーションこれガード間に合うあーまずいぞまずいまだだフラッシュワード出しちゃダメだまだあるぞまだあるぞ上から来るぞ上から来たー勝者ビルン赤い赤い次期主力モビルスーツは赤いに決定しました決定しました機動戦士赤鼻で機動戦士赤鼻でご期待くださいですね武器に頼るから隙が生まれるようなおー今後全部水中用にするぞみたいな感じ全部水中だっつって水中だっつってもう高機能とかいらねえからいらねえからな全部水だ全部水中だ水最強全員これを切ろうっつってこれを切ろうってこのタイツスカーみたいなしかも茶色スカーみたいな全員これを切ろうこれを切ろう支給するじゃあビブンさんのマスクをキュアビブンが放送席放送席、ヒーローインタビューでございます、はい、キュアビブンがはいキュアビブン優勝おめでとう優勝おめでとうはいどうでした今日の戦い振り返っていやもう昨日の放送でプリンセスが人魚になったんで、ええ、これはもうアッガイで水陸両方で勝たないとダメだと何を言ってるんですか思いましたでもガロボーさんに勝てて嬉しかったですなるほどね、はい、ガロボーに勝てたことがとにかく今日は嬉しいとはい、はい、そうですあれ何アッガイあれもう気がついてたちょっと前からいやあるなこれはとはい着地に硬直がなんかなさげなんで、連発すれば天下取れるんじゃないかと思いましたけど取れるんじゃないかでも割と今日落とされましたね皆さんそうねだからグラ君がね、うん、結構ねパワーグラデーションの使い方がうまくて超反応が、はい、ちょっとうまいんですよあれパワーグラデーションも実はあれギャンの技なんですけどあれも、はいはい、あのガードされても
何もこっち食らわないんですよ。そうそうそう、そんな技ばっかりですよね。そう でも結局アーカイの前サイコっていう潰す技があるんで、そうです、ね、そうだからあれがね結構きついんですよ。まあ、ちょっと今度次期主力モビルスーツはもう完全にアーカイになってしまいそうな感じではあるんですけど、もう最高で最高ですね。最高です最高ですか。わかりました。じゃあ次回赤井のお面を、はい、作って用意してビブさんに差し上げたいかなという感じ。もしくは赤鼻を。そうですね、まあ、あのストリートファイターカーニバル、まあ、11日目メンバーでやってきて、まあ、ビブさん結構出てきてもらってるんですけど、はいはい、まあ、今回初優勝だよね。まあ、そうですねポイント結構皆さんと話されてるので、最後最終日にあるじゃないですか。あ、はい、あれ、はい、ちょっとガロボさんと戦いたいなと思って、なるほど、頑張ってます。まあ、でもビムさんガロー2もまだ残ってるし、はい、なんとかそうね残りたいなと思います。ガロスペもあるし、まあまあ得意どころはガロボさんをちょっと落として、はい、最後に戦うというところで、ね、期待しております。はい、はい、というわけで次回より、次期主力モビルスーツは悪界になってしまったということで優勝者ビブーン、お見事、お見事、ありがとうございました。ありがとうございました。よし、いやー、ひどいゲームだったね。言っちゃったひどいゲームだったね。まあ今日ちょっとガンダムワラがね、はいはいはい、ちょっとあの故障してしまって、そうですね、ちょっとお待たせしちゃってるんですけど、はい、まあ治り次第ね、治り次第、もうそしたらあれが治ったらもう EX レビュー終わりなんで、あ、もうそっちもう次期主力が、次期主力がもうないんで切り替わるんでね、切り替わるんでね、はいはい、なのでちょっとそれまで待っててくださいということでね、はい、まああのスペーバーもガンダム EX レビューもまあすごい毒のあるゲームなんですけど、はいはい、まあどっかでね稼働してたらまあゲラゲラ笑って遊べるゲームではないかと、そうですね、思われるんでね、みんなで足こきとかね、確かにバチコウバチコウバチコウ言ってくれ、バチコウバチコウバチコウって言いながら遊んでほしい、遊んでくれればね、大佐ーとか、大佐大佐になりました、大佐ーってことでね、ありがとうございました。はい、じゃあ今日はあれコーリーさんね、まあ今日野良コーリーが、はいはい、また高田のババに野良コーリーがまた一緒にやらせてもらったんですけど、ね、はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそです。また野良でこの辺にいることあったら、はい、ぜひぜひもうレア度をどんどん下げていこうと思うんで、レア度を下げていくということでまあなんかまだ面白い大会いろいろありますよね、残ってますよ、うん、ですね、明日がですね、はい、18日火曜日8時から萌えプロホームラン競争とヴァンパイアハンター大会すげーの来た。そして19日、はい、ついにラビット、おお、ラビットついに解禁ということで、噂は金がね、そうですね、水曜日8時よりラビットエアガイツ大会、はい、2本立てでお送りします。で木曜日20日8時より月下の検出、これもね実は月下2の大会で味方あんまやったことないんですよ。はいはい、そうですよね、ガチ勢とか来ちゃいそうな雰囲気ではあるんですが、うん、相当まあそれは関係ねえやみたいな感じで、うんうん、月下2大会とサムスピゼロ大会をゼロ予定しております。そして今週のメインイベントと言っても過言ではない、はい、21日金曜日、金曜日8時から筋肉マンマッスルグランプリ2とガロー伝説スペシャル大会、おお、とんでもないの来ました、豪華2本立てとなっております。豪華2本立て、こちらは多分参加人数も多いと思うんで、うん、結構長丁場の戦いになるかと思うんですが、ですね、まあすごい名勝負が見れると思うんで、はい、ぜひ21日金曜日はちょっと注目してほしいかなと思いますね。思います。はい、というわけでございまして、ストリートファイターカーニバル3は平日11月毎日やっております。はい、出場ポイント、そして勝者ポイントで、プレイヤーにポイントがついていき、1ヶ月総合して、ポイントの多いやつが優勝ということで、そんな変則ランキングバトルになっております。はい、残り2週間ではございますが、はい、どうかご注目よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、今日は、なんかあんまりいねえなとか思ってなんだかんだ31人、はい、総勢31人の参加者、皆さんは誠にこんなね月曜日厳しい状況なのにね、はい、遊びに来てくれて誠にありがとうございました。今後ともどうかミカドのことねよろしくお願いします。はい、というわけでございまして、ストリートファイターカーニバル3、11日目、何でしたっけ、スペジェネダッシュ、はい、アンドガンダム EX レビュー赤花赤花レビュー、レビュー、大会以上終了、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。